青いブロンコシールだ。あれ見ないです。あれ見ないですね。リバイアの青があってですよね。そうですね。リバイアを見て降りるのかな。どんどん寄っちゃいますね。縦になる。やばいっすね。俺に何を食べるの。もうちょっとやばい。どんどん高くなるから、やっぱりこっちの方がいいんじゃないかな。それ狙いでしょ今。木が近づいてくるよ。ま、大丈夫だよ。そのまま真っ直ぐ。行きますよ。そのまま真っ直ぐ。デフロック入れて行っちゃいますよ。うん、そのまま真っ直ぐで行きます。行きます。まだほらこんな。上がらないっす。上がるタイミングを逃しました。ビビってぶつけたくないもん。そこに輪立ちがあるんで、まだな。行きます。重くてね。そこからこっちにはもう直角だから行かない。多分そっちには行かないと思います。それはまっすぐ飛んで行きます。あ、やばい。ここでぶつけたくない。なんでこんなことをしてんの俺は。多分ね、大丈夫だよね。またね、ちょっとすいません、タイムリミットなんで。そういえばあのオイル油圧が下がっちゃうのこの車。 あんまり上向いてると。じゃあ、ウインチ引きます。ちょっと、すいません。オッケー。巻いて
てるね。当たってますよ。あ、なんかまっすぐで。うわうまい。あご飯予想のセンターが。あ、すごい。どうなったの車？車はなんてことないですよ。あ、そうなの？はい、オールペン出す前なんですけど、オーバーフェンダーがやったので、リアのクォーターがちょっと傷ついたぐらいで、はい、全然それは大丈夫だったんですけど、竹村さんにバレる前に上がれなかったですよ。何でそんなところありかけに斜めになってるの？やばいですね、100%。